ガブリエル・ムートンガブリエル・ムートンは17世紀のフランスの司祭で科学者である。リオンで進学の学位を取ったが、数学や天文学にも業績を残した。1670年の著書オブザーブテオーネス、ダイアメトロラム、ソリスイルネアパレンティウムで、後のメートル法の先駆けになる長さの単位の提案を行った。ボローニャの立長リのいった地球の大きさの測定に、 基づいて、井戸差1分に相当する4、四五千個長を元にする長さの単位を提案した。ムートンの提案した単位は、四五千一分の長さを、ミリアレとし、その1、十をセンチュリア1、百オディキュリア、1、千ウバーガイカバーグラ、デシマ、センシェシマ、ミレシマとするものである。四五千一分の長さミリアレは、現在のカイリと同じ決め方で、その1、千の単位。 バーガは当時のパリの長さの単位パリジャンと伊勢に近く受け入られやすいものであった。実用上の理由からムートンは現実的な長さの基準を振り子の周期で決めることを提案した。これらのアイデアはジャンピカールやホイヘンスによって支持され、イギリスの王立協会でも検討された。同様な提案はライプニッツによってもなされた。100年以上後、 フランスの科学アカデミーの量力行為委員会は地球の大きさに長さの基準を求めることにし1791年にフランスで長さの定義が採用された。太陽の直径の決定や三角関数表、対数表の制作でも知られる。ありがとうございます。